があれば夏目さんの命が助かったかどうか、それは神のみぞ知ることでしょう。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容を丸々信じないように注意してください。また当チャンネルは AI 判定が厳しい上、自主規制音を入れております。規制音なしの完全版はニコニコ動画の方でご覧ください。本日の話題は伊集院静香さんと夏目雅子さんについてでございます。ぶっちゃけ僕はちょっと世代がずれているんで、そこまで詳しくは知らないんですよね。ただ夏目雅子さんはレジェンド中のレジェンド女優で、いまだに芸能界の長い歴史で最もお綺麗だったと言われている女優ですから、よく感想枠の依頼だったり問い合わせをいただいておりました。また伊集院静香さんは少し前にお亡くなりになられましたので、その時に問い合わせが届きましたので、一度やってみようかなと今回に至ります。ではまずどのようなマカロンをもらっていたのか読んでいきましょう。11月24日に作家の伊集院静香氏が亡くなりました。伊集院氏の名前を聞くと夏目雅子さんを思い出す。二人は数年不倫関係でした。やっと入籍し、これからという時に病に倒れました。1年にも満たない結婚生活。でも夏目さんが幸せだったかどうかは、入籍会見の笑顔を見ればわかります。リポーターの取材終わりに、バイバイと手を振りながら走っていく姿は忘れられません。伊集院静香さんの魅力とは何なのでしょうか。次、作家の伊集院静香さんが2023年11月24日、癌で亡くなられました。伊集院さんが夏目雅子さんを何度も中絶させていたという噂がありますが、そのあたりを動画にしていただけないでしょうか。伊集院さんの正体はいかに。最後もう一通、銀ギラ銀にさりげなくを作詞した伊集院静香さんの前妻で、1985年に27歳の若さでお亡くなりになった夏目雅子さんを偉人感想学で取り上げていただけないでしょうか。伊集院静香さんは2011年に発売された大人の流儀の最後の章で初めて雅子さんへの思いを書かれております。ご存命なら還暦を迎えていたはずのひまわり。はい、3名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。作家の伊集院静香さんは2023年11月24日、肝内胆管癌で亡くなりました。直木賞作家でありまして、大人の流儀シリーズなどでも知られます。人気作家だった伊集院さんのご逝去に多くのファンから悲しみの声が上がりました。伊集院さんといえば、20代の若さで亡くなった美しき女優、夏目雅子さんと結婚されていた方です。実はマカロンにもありました通り、確かに伊集院さんには夏目雅子さんを何度も中絶させていたという噂が囁かれています。今回はそのあたりを掘り下げながら、すでに奇跡に入られておられます。夏目雅子さん、伊集院静香さんの関係について解説させていただきます。最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、夏目雅子さんのプロフィール。項目2、伊集院静香さんのプロフィール。項目3、二人の出会いと略奪愛。項目4、夏目雅子さんの中絶。項目5、母との圧力、白血病との戦い。項目6、亡き元妻、夏目雅子を小説に。項目7、5000万あったら白血病を治せたか。の7項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、夏目雅子さんのプロフィールです。まずはいつもの通り、夏目雅子さんのご紹介を軽めにさせていただきましょう。夏目さんは1957年12月17日生まれでございます。そして1985年9月11日に27歳という若さで亡くなられています。本名は西山雅子と言います。旧姓は小舘となります。このように生命判断を見ましてもパーフェクトでございます。人格、外格、地格、双格に凶、大凶がなく、双格が31格の大大吉にしてありますので、きちんとご両親は画数を気にして付けられていますから、おそらくはまともなご家庭で生まれたのではないでしょうか。夏目さんの出身地は神奈川県横浜市になります。また弟にプロゴルファーの小舘俊明さんがおられます。園田事務所なのに所属されていました。小学校3年生の時にテレビドラマチャコちゃんはーいを見て女優を志しましたものの、子役願望は母親に猛反対され叶いませんでした。17歳の時、ビットリオでシーカ監督の映画ひまわりを見て感銘を受け、ソフィア・ローレン氏に憧れ、本格的に女優を目指すことになります。1976年、東京女学館短期大学に進学し、フランス語を専攻しました。入学直後に父の友人のつてでタオルメーカーの内野のコマーシャルに出演されました。学校が芸能活動に厳しく、短大は中退することになります。1976年、日本テレビ愛のサスペンス劇場愛が見えますかのオーディションで486人の応募者の中から
盲目のヒロイン役に選ばれ、本名名義で女優デビューすることになりました。その時の演技は57回連続 NG を出され、お嬢さん芸と言われたほどお芝居ができなかったと言われております。1977年から8年間山口銀行の広告として起用されました。同年に金棒化粧品のキャンペーンガールに抜擢されます。その後クッキーフェイスの CM で注目を集め、芸名を夏目雅子へと改名されました。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に伊集院静香さんのプロフィールです。伊集院静香さんは1950年生まれで、山口県防府市出身の在日韓国人2世です。出生当時の氏名はチョ・チュンレです。日本に帰化しました際、西山忠樹に変えられています。広告代理店島クリエイティブハウスに勤務を経て CM ディレクターになりました。電通時代に一般女性と最初の結婚をします。二児を設けましたものの、1980年に離婚しました。松原美樹さん、松任谷由実さん、松田聖子さん、薬師丸ひろ子さん、和田アキ子さんらのツアーのほか、ファッションショーも手掛けられました。1981年、小説現代にさつきを発表し、作家デビューします。1992年7月15日、受付で直木賞を受賞されました。1994年に機関車先生で柴田連三郎賞を受賞されました。伊達あゆみ名義で作詞家としても活動しています。近藤雅彦さんにはデビュー当時から多数の作詞を提供しており、その中でも愚か者が1987年に第29回日本レコード大賞を受賞しました。他にも銀ギラ銀にさりげなくなどのシングルヒット曲があります。生涯で3度の結婚をされており、夏目さんのご逝去後は1992年8月7日に女優の篠宏子さんと再婚されました。3度の結婚というのも珍しいですが、結婚相手の2人が女優というのもかなりのレアケースでしょう。伊集院さんをよく知る人はダンディーでとにかくかっこいい、女性にだけでなく男性からもモテる人という評価で一致しているようです。2020年1月21日くも膜下出血で倒れて病院に救急搬送された伊集院さんは、翌22日に手術を受けられました。2月に退院し、3月下旬にはリハビリ病院を退院します。そこからずっと体調が優れなかったようでして、2023年10月27日肝内胆管癌との診断を受け、治療と静養のため執筆活動を休止することを明らかにされました。その約1ヶ月後の2023年11月24日に亡くなられました。73歳でした。それでは次の項目です。項目3、2人の出会いと略奪愛です。伊集院静香さんと夏目雅子さんの出会いは1977年でした。伊集院静香さんが27歳の時に CM ディレクターとして金棒化粧品パンケーキの CM を担当しました。当時19歳の夏目雅子さんはまだ無名のモデルでした。この CM の商品が大ヒットしたことで、お二人は強く惹かれ合い、交際が始まったと言われています。しかし当時の伊集院静香さんは既婚者です。奥様は2人目の子供を妊娠中でしたが、そんな中伊集院さんはまな娘の誕生前に家を出ることを決意しました。そして1980年に当時の奥様と離婚する運びになりました。その後も夏目雅子さんとの関係は続き、1984年8月27日に7年の交際を経て結婚されました。このようにお二人の結婚は略奪愛と後ろ指を刺されてもおかしくなかったのです。それでは次の項目です。項目4、夏目雅子さんの中絶です。実は夏目雅子さんは伊集院さんとの交際期間に子供を何度も下ろす経験をされています。2006年に夏目雅子さんの実母の末さんは、二人の雅子、母だから語れる夏目雅子の27年を発表されました。本の中で夏目さんが伊集院さんの子供を妊娠したものの、子供はいらないという伊集院さんの考えゆえ複数回中絶したことが明かされました。この事実に関しては生前の伊集院静香さんも否定されなかったそうです。堕胎は女性の体に著しい負担がかかる行為です。夏目さんのことを愛するならなぜ否認しなかったのかと伊集院さんを批判する意見が飛び交うのは当然でしょう。無頼派と呼ばれます作家は、世間のモラルなどをまるで気にすることなく自分のエゴイズムを全肯定するような生き方を貫くものです。近くにいる人を傷つけながら、それが俺の生きる道と業を背負い続ける人がおられます。親しかった人の証言を確認しますと、伊集院さんはダンディズムの塊といっても過言ではないほど自身のこだわりを追求するタイプだそうです。お金の儲け方、使い方も超豪快で、銀ギラ銀にさりげなくの歌詞をさらりと30分ほどで書き上げ、2億円の印税を手にしたと思ったら、そのお金をたった3ヶ月で全て外れ馬券に変えたという逸話の持ち主なのです。令和の現在、こういう派手な人生を歩む作家は影を潜めつつありますが、
伊集院さんは昭和から平成にかけてずっと豪快な生き方を徹底したといえます。夏目さんはそんな無頼作家伊集院静に惚れてしまったがゆえに大きく運命が変わってしまったと言えるかもしれません。それでは次の項目です。項目5、母との圧力、白血病との戦いです。夏目雅子さんを語る上で触れておきたいのが彼女のお母さんである末さんです。一時期は芸能界を中津のごとく嫌っていました末さんが、その後娘の女優業を応援するようになりました。こちらの項目では夏目さんとお母さんの関係、そして白血病との戦いについて解説いたします。当初末さんは夏目さんの芸能活動に大激怒しておりました。芸能活動に本名の小舘雅子の使用を禁じられたため、急遽夏目雅子という芸名に変更したとも言われています。芸能活動に大反対しましたのは小舘家が当時行っていた家業に理由がありました。夏目さんの実家は六本木にある雑貨店で、多くの芸能関係者が利用していました。かなりの有名人もいたそうなのですが、そのいずれも態度が最悪だったのです。度重なる横柄な振る舞いを目の当たりにしていました末さんは、芸能人なんてろくなもんじゃない、そんな芸能人が多く集まる芸能界もひどいところに違いないと不信感を募らせていました。少し時間を遡りましょう。夏目さんと末さんはもともとどのような関係だったのでしょうか。夏目さんは幼少の頃母親の愛に飢えていたと言われています。末さんは働き手としてずっとお店にいたため、夏目さんはひいおばあちゃんが育児を担当していました。子供の頃からそこに対して寂しさを覚えていた夏目さんは、お母さんに認めてほしいという思いを募らせていきます。その後デビューしました夏目さんは持ち前のキャラクターで芸能界での居場所を作っていきます。しかし仕事用のメイクをしたまま家へ帰ると、母親に小舘雅子に戻ってから帰ってきなさいと激しい叱責をされるなど、家の中に夏目雅子を持ち込むことは許されませんでした。末さんは長らく夏目さんの出演作品は見たことがありませんでした。マナ娘の小舘雅子という女性は誰よりも愛していた末さんでしたが、女優夏目雅子は癌として認めなかったそうです。夏目さんの演技はお嬢様芸などと馬鹿にされることも少なくありませんでした。しかし22歳の時に出演しました NHK ドラマ The 勝者が女優としての転機になります。これまでのイメージをがらりと覆す大人の女性を見事に演じました夏目さんは高評価を獲得されました。1982年公開の映画鬼龍院花子の生涯で確固たる女優としての地位を確立します。この作品でブルーリボン賞主演女優賞を受賞されました。夏目さんにとっても手応えのあった作品だったこともあり、彼女は勇気を出して母親を社会に誘いました。しかしこの出来事が2人の溝をさらに深めてしまう結果を招きます。映画の中で夏目さん演じる主人公が夫の死を見取るシーンがあります。実はこの場面、実の父の最後を見取る母親の姿を演技に生かしたのだと言います。夏目さんは良かれと思ってこのエピソードを末さんに伝えます。すると末さんはそんなことまで演技に使うなんてひどすぎると立腹されました。この一件で末さんはますます芸能界を嫌悪するようになったのです。夏目さんからしますと、少しでも自分の仕事を認めてほしいと思って明かした演技秘話だったのですが、火に油を注いでしまったのでした。このようにお二人のボタンは長い間かけ違ったままだったのです。潮目が変わりましたのは夏目さんが白血病に罹患されてからでした。結婚の翌年、夏目さんの体に異変が現れます。1985年2月14日に夏目さんが出演されていました舞台愚かな女の公演中、10円玉ほどある大きさの口内炎ができたのです。それだけではありません。彼女は激しい頭痛など極度の体調不良に苦しめられました。この時すでに彼女は舞台に立っていられないほど体調が悪化していたにもかかわらず、泣きながら這ってでも舞台に戻ると女優魂を発揮し、病院へ行くことを拒否し続けました。その後共演されていました俳優の西岡徳馬さんの勧めで、翌日の2月15日慶応義塾大学病院に赴き検査を受けることになります。結果は急性骨髄性白血病でした。仕事なんてしている場合ではないと夏目さんはそのまま緊急入院されました。降板を余儀なくされたことで4階の病室にもかかわらず、ここから飛び降りてでも私は劇場に行くと暴れ回ったといいます。今にも窓から見投げしそうな夏目さんをなんとか羽交い締めにしたご家族は、彼女に治療を受けさせようと根気強く説得を続けました。興奮状態でした彼女も次第に冷静さを取り戻し、入院し回復に努めるようになったのです。夏目さんのお兄さんがある日帰宅しますと、末さんが録画した夏目さんの出演作品を食い入るように見ていました。彼女が娘の出演作を見ることはこれまでまずありえないことでした。夏目さんが病魔に侵されたことで、娘が何よりも大好きなのは女優業、そこを肯定してあげないと病状も良くならないと心変わりされたのかもしれません。
世界一の夏目雅子のファンになろうと決めた聖さんは、病室で娘と一緒に過去の出演作を見るようになりました。当時白血病は不治の病と呼ばれていました。高い効果が期待できる新薬も出始めていたものの、髪の毛が抜けてしまうという副作用があったのです。聖さんは女優としての夏目さんの将来を心配し、新薬での治療に反対しました。しかし従来の薬では効果が得られず、半年後再び新薬での治療を検討することになりました。この時も聖さんは夏目さんへ、副作用による脱毛の症状が出るから心配だよと伝えました。これに対し、かつて西遊記で三蔵法師を演じたことのある彼女は、私日本で一番坊主頭が似合う女優って言われてるんだよ、そんなの全然気にならないよと気丈に返されました。しかし治療は壮絶を極めました。髪の毛は全て抜け落ち、吐き気、倦怠感、めまい、眼底出血など、この世のものとは思えない想像を絶する副作用と夏目さんは戦い続けたのです。そしてついに白血病の症状が消え、寛解されました。夏目さんは見事病魔に打ち勝ったのでした。ですがそんな夏目さんは1985年8月中旬、抗がん剤の治療中、免疫力が低下している時に風邪をひいてしまい、肺炎を併発させました。瞬く間に意識が混濁し始めます。残念ながらその数日後に27歳の若さで亡くなられました。スエさんは彼女の死後、髪の毛のことなど気にせず、私が最初から新薬で治療させていたらとご自身を何度も責めたそうです。同じ病に罹患し、髪の毛が抜けることを恐れて新薬の治療を受けない人たちが大勢いるという事実を知った夏目さんのお兄さんは、その後カツラを無料で貸し出す事業を始めようと心に決めました。夏目さんが他界されてから5年後、スエさんが代表につき精力的に活動がスタートします。そして現在でも毎年500人から700人にカツラを無償提供されています。それでは次の項目です。項目6、亡き元妻夏目雅子を小説にです。2014年に伊集院さんは小説愚者よお前がいなくなって寂しくてたまらないを発表されました。実はこちらの作品の中で夏目さんを思い起こさせます記述があったのです。それまで伊集院さんが夏目さんを題材にしたことはありませんでした。東日本大震災で仙台の自宅が倒壊した体験から、伊集院さんは死を身近に感じるようになりました。そしてそろそろ死をテーマにした自伝的小説を書こうと思うようになったのです。人の死を書くなら雅子のことを避けて通れないと考えました伊集院さんは、3人目の妻であります篠宏子さんに雅子のことを書いていいかと相談されました。これに対し篠さんはあっさりといいんじゃないですかと承諾しました。伊集院さんはもし妻が嫌だって言ったら一切書かなかった、俺にとっては雅子より生きている人間の方が大事だからよとおっしゃっています。伊集院さんといえば熱心な松井秀喜ファンとして知られています。2007年には松井さんを題材にしました本を執筆するほどの熱の入れようでした。そんな松井さんに、女優を嫁にするな、 99% は自分勝手だから、でも俺は例外の 1% に2回連続で出会うことができたんだと伊集院さんは告げられております。相当のプレイボーイだったことが伺える伊集院さんですが、夏目さんや篠さんを大切に思っていたことがわかるお言葉かもしれませんね。それでは最後の項目です。項目7、5000万円あったら白血病を治せたかです。2019年2月に日本経済新聞の取材を受けられました伊集院さんは、夏目さんの白血病の治療に対して素直な思いを語られています。お金に心揺さぶられる生き方はしない、伊集院静香氏の流儀の記事の一部を抜粋して紹介させていただきましょう。お金は大事だと思いますよ、でも私は金に左右される生き方は絶対にしないと決めています。前の妻、女優の子夏目雅子さんが27歳で白血病を発症した30数年前、米国の病院で治療を受ければ治る可能性があると言われましたが、治療費は5000万円以上、当時の私にはそんなお金はありませんでした。親父に頼みに行けば援助してくれたかもしれないけど、それはしなかった。親子だからという理由だけで数千万のお金を借りるのはおかしいし、そんなことをしたら自分たち夫婦の基軸を失うんじゃないかと、それ以来お金に心を揺さぶられる生き方はしないと決めました。はい、ここまでが引用です。当時5000万という大金があれば夏目さんの命が助かったかどうか、それは神のみぞ知ることでしょう。前述しましたように伊集院さんは美学を貫く人物です。妻が病魔に侵されたとはいえ、親父に援助されてまで5000万円を手にしても仕方ないというのは彼の美学が強く現れています。中絶を強いられるなど夏目さんの代償は小さくありませんでした。もちろん否認をしない性行為は決して褒められるものではないですし、男のエゴと言わざるを得ないでしょう。ただし伊集院さんが究極の自分軸を持つダンディズムの極致とも言える男性だったからこそ、日本屈指の美貌を誇る女優夏目雅子さんが惚れたのかもしれません。漫画南の帝王の一節にもありました、男と女難しいでんな。これは僕も全く同意見です。
はい、ということで今回は夏目雅子さんと伊集院静香さんの関係について解説させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。